こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は9月20日の金曜日です。今日はですね、悲惨な出来事が起きました。この中国の、広東省の深圳市で、日本人学校に通う小学生の日本人男子児童10歳の方がですね、18日に刺された、事件で、この子供さんがですね、19日死亡したということが明らかになったと。それで昨日の、19日それが明らかになりましたので、昨日実は高市、早苗選対で、高市さんが来られてですね、我々の選対会議するときに、その、一報が入りましたので、みんなでですね、この、その黙祷をして、その亡くなった子どもさんの冥福をお祈りしたんですけれども、とんでもない事件ですよね。でこの事件についてですね、高市さんなんかもこれとんでもないということをお話になってますけれども、今日はその中でですね、これ読売新聞の朝刊に出てましたけれども、前中国大使の垂秀夫さん、この方は、私の週刊西田で、先月確か対談をしてます。これもここに貼ってますので、ぜひこの人の動画を見ていただきたいんですけれども、この方が言ってるのは、悪意に満ちた動画が氾濫していると。で自分が大使の時代にも重要視して、その発生を心から心配していたと。深圳の日本人学校には2023年5月に訪問したこともあっただけに、今回の事件では心が張り裂けそうな思いで怒りが禁じ得ないと。数年前からいつ起きてもおかしくない状況があったと。それなぜかというとですね、中国の SNS では日本人学校に関する悪意と誤解に満ちた動画が何百本も氾濫していると。で治外法権の中で、対中工作のスパイが養成されているという全くデタラメな内容がですね、その SNS や、動画を通じて、氾濫しているわけですね。でこれを信じて行動を起こす者もおり、これまでも各地の日本人学校への投石盗撮は頻発していた。そういう意味では今回の事件は起きるべくして起きてしまったとも言えようと。日本人学校は法人社会の最も弱い関節であり、大使館では、大使直轄で対応してきたと。警備チームをすべての日本人学校に派遣して、安全点検を見直して、些細な事象でも毎回中国の外務省公安省に厳粛に申し入れ、動画の削除を求めてきたと。だが中国は動画の削除には全く対応してこなかったと。これを無視してきたと。こうした動画も一刻も早く削除することが重要だと。中国側は今回の事件も、個別に発生した不幸な事件として処理しようとするだろうが、それで済ましては決してならない。まさに、垂秀前大使がですね、言ってる通りだと思います。で、これを受けてですね、高市さんも、こういう、事態、これをですね、しっかりやっぱり、やらなきゃいけないと。特にですね、中国に対して、微中とか親中とかね、いう言い方でされる、揶揄されている総裁候補の方もおられますけれども、私は中国と別に仲悪くする必要はないと思いますよ。しかし、中国というのはですね、愛国無罪というね、造反有利、愛国無罪という、言葉があるようにですね、とにかく、中国のことをですね、大事に思ってですね、やった構造、それはですね、無罪なんだと。だからそれは、反日活動をですね、どんどんやってもですね、それには、そういう反日活動を造反することには利があるんだと。こういうことをですね、実は中国政府自身がですね、見逃してきた、見過ごしてきたという経緯があります。それは逆に言うとですね、中国政府そのものが、応援してるんじゃないかということですよ。でもっと言えば、中国という国はですね、今や世界でも、最先端の、情報網の大国になっています。あらゆるところに防犯カメラがつけられてですね、些細な出来事でも起こればすぐにですね、警察が飛んできてそれを止めると。ですから、暴動とか、そういうですね、ことが、できない。もしそういうことを中国政府に対するですよ、この、
反政府行動をする、かつてはそういう方々もおられたわけですけれども、そういう行動は一切もうできない、ほとんどというのは、いろんな情報網がですね、監視カメラも含め、中国全土に行き渡っていますから、もしそういう行動をしたらですね、どこの誰それ米がやったということですぐに逮捕されるからですよね。で、逆に言うと、それだけのですね、情報監視システムを持っているにもかかわらずですね、今回の話はですね、この中国の、垂水、元大使がですね、前大使がお話になっていたように、垂水さんが中国の大使やってきた時からこんなデタラメなですね、悪意に満ちた動画をまた SNS をですね、放置しておいてくれたらいかんじゃないかということを、抗議しているわけですよね。で、それを外せと言ってるわけですよ。ところがずっとそれを放置してきた。で、放置してきた結果ですね、要するに中国なんかはですね、間違った情報、中国政府に不利な、そういう情報や SNS があったらですね、立ちどころにそれは、バンされてしまうわけですよ。削除されるし、作った人間はですね、捕まえられてしまうと、まあ、それぐらいの情報監視をしている、わけですね。しかし一方で反日活動はですね、全くの、それはもう、ほったらかしにしてきたということですよ。ということは逆に言えば反日活動はいくらやってもよろしいですということを中国政府がですね、太鼓判をしていると同じことになるんですよ。そして、その結果ですね、今回中国人、日本人学校に通う、子供さんが、10歳の子供がですよ、お腹を何回も刺されてですね、死んでしまったという痛ましい事件。で、これを引き起こしたのは、まさに中国政府そのものに責任があると言われてもこれ仕方ありませんよ。で、ところが、それを、そのまま、今回もですね、何も、しないという中国政府の対応が、を認めることは絶対できないわけです。ですから、今ちょうどですね、自民党の総裁選挙やってますけれども、我々、高市さんを応援する、この、陣営といたしましてもね、今回の、中国政府、この犯罪自体がですね、そもそもとんでもない、話でありますけれども、なぜそういう犯罪が起きたのかと、そのことについてですね、しっかりと検証させなきゃならないし、二度と起こしてはならない。そのためにもですね、まずは、悪意に満ちたこういう SNS なんかはですね、削除をするようにしないとですね、中国政府が野放しにしているからこそこういう事件が起きたわけですから、で、これは、このままこれを放置するということはですね、とんでもない。この高市陣営としましてもですね、絶対にこれは看過することはできないと思っています。まあ、このようにですね、中国との関係というのはですね、非常に、そういう歴史問題について、が特に端にも発してますけれども、中国側は、今の、この日本の国に対してですね、本来、日本の国があったからこそですね、実は、中華人民共和国、それかという国はできたわけですよ。で、もともと清国が、この、明治維新の頃はですね、異民族であった満州人の清国が中国大陸、支那大陸をですね、支配していたわけですけれども、その時にいわゆるアヘン戦争が起きて、イギリスのからですね、また列強から分割、どん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 領土されていくわけですね。それを見ていた日本はですね、この当時の孫文、辛亥革命を行って、中華民国政府を立ったわけですけれども、それを応援して、この、援助してきたのがまさに日本そのものなんですよ。で、その意味は、日本を、ね、中国を、欧米列強の、そういう植民地にならないように、日本と力を合わせてですね、このアジアの国として共に同志として独立した国を守っていこうと、まあ、そういう思いが当時の明治の我々の先人にはあったからなんですね。で、しかし残念ながら、そういう努力にもかかわらずですね、まあ、孫文は、倒されて、その後ですね、蒋介石が、また遠征外とかいろんなこの軍友割拠の事案になってきますけれども、最後に、利益を全部取っていったのが、
毛沢東なんですよね、中華人民共和国なんですけれども、それを作っていったのは一体誰なのかと、というと、それは英米の勢力なんですね。イギリスやアメリカがですね、実は日本から、中国に対するですね、日本の影響力をなくすために、その反対に共産主義を利用してですね、日本を追い出していく。で、もっと言えば日本をですね、このあの当時、中華民国のですね、蒋介石、政権があったんですけれども、まあ、後ろの、蒋介石と反目しているはずの、いわゆる毛沢東、中華人民共和国政権、中共とですね、中国共産党と、まあ、国共合作、国民党と、共産党が一緒になって、とりあえず日本を、このに対してですね、反日攻撃をするというところからですね、要は日本は、時の政権の、本来、当事者であった、いわゆる蒋介石との間の話すらできない、要するに、当事者がですね、当事者能力がない状態、無政府状態に中国がさせられてしまって、結局日本はですね、中国との、この戦いをですね、やめることすらできなかったわけですね。で、その背景にあるのが、実は、英米による、イギリス、アメリカによるですね、まあ、対中工作で、そして最後は、この共産党がその国を取ってしまうという形になっているわけですよね。で、ですから、そういう意味で言ったときにですね、今の、中国共産党、日本との歴史を考えたときにですね、実は、かつて、中国共産党にですね、日本の外交が始まったときに、いや、日本の、代表がですね、中国共産党に対して皆さん方には、宣伝ご迷惑かけたという趣旨の発言を、当時の社会党の委員長でしたかね、何かそういうことを言ったようなことがあるんですよね。ところが、いや、とんでもない、我々はあなた方日本のおかげで、こうして共産党政権ができたんだと、という趣旨の話を、相手側から言われて、と驚いて帰ってきたということがありましたけれども、まさにそれが事実なんですね。で、ところが、そういうことが全く中国では、教育も、されていません。そうじゃなくて、中国は日本にですね、蹂躙されてきたんだというような間違った歴史、間違った教育を今もしているわけですよ。で、そしてそれがですね、結果的に悪意に満ちた SNS や、動画をどんどん流して、そして今回の、深センの痛ましい事件は、勃発した原因となっているわけですね。ですから、ここは日本人がですね、しっかりと中国政府に抗議をしていかなきゃならないし、中国政府もですね、そういう間違った、この教育を、することはやめないとですね、これは正しい歴史の事実を、国民がどんどん知っていけばですね、それこそ、中国政府自体がですね、立場なくなってしまうんですよ。しかし、もっと大事なことはですね、この事実を日本国政府でちゃんと教育をしているかということですね。歴史教育の分野でもですね、日本のそういう、戦前、それから明治以降の歴史についてはですね、完全に書き換えられていますよ。東京裁判というですね、政治的な先進国に、戦勝国によるですね、歴史の書き換えによる、この、敗戦国である日本の断罪、それを飲まなければ日本は占領を終わらせてもらえなかったわけですよね。だから仕方なしにその東京裁判を飲んでですね、そして東京裁判の判決通り、有罪判決を受けた人間の公私刑が実行された、その結果ですね、今の日本は一応形の上では占領を解かれることになったんですが、しかし、あの戦争は一体何だったのかという事実ですね。そして特に明治維新以降ですね、もう冷静に考えてみればですね、日本は欧米列強のように植民地を持っていることは全くなくてですね、逆に、この欧米列強から、自分たちの国を狙われていた、アジア全体がすでにもう欧米列強の植民地化していた、そこから近代の歴史始まっているわけですよね。
でそれを考えればですね、日本が、アジア 各国に植民地を広げていってですね、帝国主義的な、こと占領政策をやってきたというのはですね、全く事実じゃありませんよね。だからそのところを日本がしっかりと分かっていないから、日本国政府もそういうことをしっかりですね、そういう立場として、表明していないからですね、中国に対しても、悪意に満ちた SNS が抗議をしてもですね、なかなか本腰入れて国として、中国に対する、その歴史問題についての対応ができてこなかったんじゃないでしょうかね。ですから、今回のこの新州、新鮮事件を契機にですね、ちょうど今、自民党の総裁選挙がありますけれども、この歴史問題についても正しい歴史認識、これ中国政府がやらなきゃならないと同時に、日本人自身がですね、自分たちの国の歴史、もう一度しっかり事実を事実として見つめ直していく必要があるわけです。そして今回の事件のこの10歳の男の子の痛ましい事件、これまさにですね、我々が自分たちの国の歴史をしっかりですね、自分たちの正しい歴史を教えられてこなかったがゆえにですね、中国側のデタラメな、愛国無罪とか造反有理とかね、そういう教育に対して毅然たる対応ができてこなかったんじゃないかと、まあ、そういう反省も私はすべきだと思います。まあ、いずれにしましても、高市さんは、そういうことも含めてですね、日本人の歴史を取り戻していこうと、安倍総理が唱えていた日本を取り戻すという路線で、しっかり頑張っていきます。いよいよ選挙戦も、後半戦に突入しましたけれども、ぜひ皆さん方に今回の新鮮、事件を通じて、ますます日本人に自身がですね、正しい歴史観を持って、毅然とした対応を中国政府に求めていくと、そういうことをしていかないと、第2、第3のこうした事件が起きてしまうんだと、そのことを皆さん方と共有したいと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。高市候補をどうぞ最後までよろしくお願いいたします。